将棋の藤井聡太五冠のファンの方なら誰でも知っている問題の第7弾を作成しました。竜王戦に関する問題です。少し難しいのもありますが、さあやってみてください。今回は上級の問題を8題です。2022年度第35期竜王戦の日程、開催地の発表がありました。藤井五冠が圧勝することを期待しまして、第4局までを紹介します。第1局と第2局は昨年と同じ場所ですね。第3局は富士宮市の中の割烹旅館で開催です。地元の駒師が掘った将棋の駒をふるさと納税の返礼品にしている富士宮市、6月に市政80周年を迎えることから記念事業としてタイトル戦を誘致してきました。第4局は2022年11月8日火曜日、9日水曜日、水曜日の2日間にかけて福知山城にて行われることが発表になりました。福知山市のシンボルである明智光秀が築いた城にて藤井聡太竜王と挑戦者が対局します。福知山城を臨時休城してまでの力の入れようは応援がすごいですね。ここで藤井竜王の防衛達成を見たいですね。まず問題1です。シリーズの流れを大きく決めたのは東京渋谷のセレリアンタワー能楽堂で行われた第1局でした。藤井五冠は初の秋冬用着物での対局でした。この時の羽織と袴の色は何でしょうか。 A. ブルーとブラウン、 E. ブラウンとネイビー、 C. 白とブルー、 E. 灰色と紺色。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。では回答します。正解は B です。戦型はお互いに飛車先の歩を突き進める相掛かりとなった。序盤から難しい戦いで午後に入り共に考慮する局面が多くなった。終盤までに徐々にリードを広げられたと感じていた藤井五冠でしたが虎視眈々と反撃の機会を伺っていました。続いて問題2です。藤井聡太五冠が第34期竜王戦で豊島竜王に挑戦した第1局目は何手で勝利したでしょうか。 A 95手、 B 101手、 C 123手、 D 135手。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。では回答します。正解は C です。79手目の71飛車と打って攻めの形は作れたのかなと思いました。111手目の36玉と桂を取って広い形になったのかと思いました。123手目の3-3-4桂で豊島竜王当時が投了しました。続いて問題3です。藤井聡太五冠が第34期竜王戦で豊島竜王に挑戦した第2局目は京都府京都市総本山仁和寺で行われ、70手で藤井五冠は勝利しました。この時の藤井五冠の持ち時間はどのくらい残っていたでしょう。 A 38分、 E 48分、 C 58分、 E 68分。5秒ほど考えてください。はだ。では回答します。正解は D です。対局は藤井五冠が1日目からペースをつかみ攻撃を仕掛ける展開になり、豊島竜王は竜を作って攻め合いを目指したが、後手4、5桂が最短で先手玉を追い詰める好手でした。藤井五冠は隙を与えずに解消し、なんと短手数の70手で17時10分に藤井五冠の勝利となりましたね。この時は珍しく持ち時間が1時間を超えて残っていました。続いて問題4です。藤井聡太五冠は第34期竜王戦の第3局をどこで対局されましたか。 A 岡山県伝通寺、 E 割烹旅館立花、 C 鹿児島県指宿爆睡館、 E 福島県新津田。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。
正解は D です。第34期竜王戦七番勝負の第3局が令和3年10月30日土曜日、31日曜日の両日、福島県いわき市、会場いわき湯本温泉、雨情の宿新蔦で開催されました。続いて問題5です。藤井聡太五冠は第34期竜王戦で第3局で話題になったおやつがあります。それは何でしょうか。 A. ジャンガラ、 B. クマモナカ、 C. 紫芋モンブラン、 D. シフォーサンド。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。正解は A です。ジャンガラは郷土芸能ジャンガラ念仏踊りに由来するふるさとの味です。北海道産の希少な小豆、シマリ、お丹念に炊き上げたこだわりのオグラあんを、水を使わずに卵と牛乳だけでさっくりと焼いた皮でサンドした独特の、福島の最南端いわきを代表する銘菓です。熊もなかは仁和寺から歩いて約5分の場所で、和菓子屋おむろ和菓子糸たちのどこか可愛らしく愛嬌のある和菓子なんです。紫芋モンブランはハロウィーンのモンスターをかたどったセルリアンタワー東急ホテル1階レストリーショップで販売されているハロウィーン限定商品です。シフォンサンドは山口県オリジナルの柑橘長門ゆず生地のジュースを生地に加えて焼いたシフォンケーキにチョコやフルーツをトッピングした、ホテルが12日の対局のために作ったオリジナルおやつです。続いて問題6です。藤井聡太五冠が第34期竜王戦の第4局は宇部市での対局で122手で勝利しました。この時の時間は何時でしょうか。 A. 18時11分 B. 18時21分 C. 18時41分 D. 19時11分5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。正解は C です。豊島竜王が先手の第4局は角換わりとなりました。しばらくはほとんど時間を使わないハイペースな進行が続きます。 AI が示す数値は少しとはいえ豊島竜王の側に傾きました。藤井五冠は自玉の危険を恐れず87ひななりと竜を作った104手目、この局面が豊島竜王にとって最大のチャンスでした。局面は極めて難解ながらAI の評価値は豊島竜王意思を示しています。しかも持ち時間は豊島竜王が2時間29分も残しているのに藤井五冠は9分しかありません。ここが勝負どころと見た豊島竜王は最終盤としては珍しい99分という大長考の末、王手王手で藤井玉に迫ります。次の一手が明暗を分けました。豊島竜王は角を取った相手に手を渡します。そこから藤井五冠は29手詰みという夏の即詰みに打ち取りました。渡辺明名人がツイッターですごい詰みとつぶやいたほどの順で、まさに神がかりと言えるでしょう。これで藤井新竜王の誕生となりました。続いて問題7です。藤井聡太五冠が第34期竜王戦で封じ手をしたのは何局目ですか。 A. 第1局 B. 第2局 C. 第3局 D. 第4局5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。正解は D です。第34期竜王戦では第1局目から第3局目まで豊島竜王が封じ手を行いました。藤井五冠は第4局目に74手目を封じました。封じ手は4、5同銀でした。この時は形勢はほぼ互角でしたが、最後は122手で勝利しました。最後の問題8です。藤井聡太五冠は第34期竜王戦の第4局宇部市の対局での和服はどれでしょうか。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。